か？なんかお金ある。まあ、ね、マニあれれ、もしかして私たちの違います。あら、もらっていいのこれ？ダメです。もうもらいそうなので話してください。本日の撮影に妹ちゃんたち3人がいますよね。私の妹ひよりとナナとりのちゃんがいると思うんですけど、みりあちゃんは今日欠席だね。そうです、欠席なんですけど、はい、妹ちゃんたちへのお小遣いです。ああ、ただあげるわけにはいかないよと。この3000円を渡したら何を買ってくるのかっていうね、知りたいね。そう、気になる。それを今回はしていきたいと思います。ひよのは2回目だけど、りな、うん、ちゃんが初だから何買ってくるのかすごい気になる、うん、そう、1人1000円ずつでもいいし、3人で3000円のもの買ってくるとかでもいい、確かにお金の使い方は自由で、とにかく3人にただこの3000円を渡すっていう。そしたらそれぞれ何を買ってくるのかっていうね。確かに無駄遣いしてほしくないな、ちょっと。そうですよね、なんか、ね、なんか700円とか残したりしてほしくないよね、ちょっときっちり使ってほしいな。きっちり使ってほしいから、お金のね、使い方の勉強にもなるかもしれないし、確かに。今回はそれをしていきたいと思います。はい、レッツゴー。ひよなラジオきた走ってきた、走ってきた、かわいい、かわいい。なんですか、りなちゃんは？りなちゃん、お小遣いあげないよ。りなちゃん、りなちゃん、ひしひし、ひしひし、なんかこっちまで楽しくなってくるもん。それ幼稚園見てるみたいだもん、すごい。高2からしたらお小遣いもらえるよ。あらららら、次次と。じゃあ座ってもらって、座ってください。早く来ないとお小遣いもらえないよって言った。あ、もう知ってる。知ってらっしゃる。あ、見えちゃったか。見えちゃったか。見えちゃったか。いっせーので。じゃーん。ありがとうございます。イエーイ。ただ。ただあげるだけじゃね。YouTube にしなくてもいいと思うので。今回はその3000円は1人1000円ずつあげます。はい。けどこの1000円で何か買ってきてほしい。自分で欲しいものを買ってきてほしい、うん、はい。お金の使い方は自由、どんな使い方してもいい。はい、ヨナナは2回目だよね。はい、だからちゃんとできるよね。はい、私はできないよね。言わなくていいけどさ、もうさ、なんとなくこれがいいみたいなのついてる。へぇ、これってものはないけど、だいたいこんな感じみたいな。なるほどね、あるかも。へぇ、楽しみだな。じゃあ、いってらっしゃい。いってきます。バイバイ。バイバイ。ありがとう。ありがとう。かわいいな。バイバイ。バイバイ。一人2000円でもよかったかな。じゃあ早速待っていきたいと思います。はい。5回もあるからさ、めっちゃ回る時間かかる。ね、え、でもさ、全部さ、可愛いね。え、待って、なにこれ。見て見て、可愛い。可愛いんだけど。みんなでお揃いのものとか欲しいかもしれない。そう、740じゃん。かける。これでも一個一個でもさ、お金があるわけじゃん。ね、高いからね。でもわかんない、3000円あるんだよ。そうだよね。え、これめっちゃ可愛い。お揃いのものとかすげえちゃうかもね。みんなでお揃いのもの作るさ。私結構視野に入れてるよ。え、お揃いのもの欲しいね。ね、でっかいドンっていうのもさ、映えるけどさ、お揃いのものできたら思い出になるよね。え、めっちゃ可愛いんだけど、やばい、やばい、ね、めっちゃ可愛いくて、もうめっちゃ可愛くて、もうコップとかあるじゃん。コップとかもさ、ね、お揃いにしやすいよね。え、コーヒー飲める派？今聞こうとしたんだけど。いや、いや、もう4歳ぐらいからもうブラックコーヒー飲んでたから。辛いのは食べないくせに。ブラックじゃなかったら飲めるの？すごいじゃん。え、ね、リノちゃんギャップあるんだけど、コーヒー飲めるって。リノちゃん飲めないんだけど。飲めないよね。え、飲めなさそう。超かわいい。かわいい。え、待って。え、でもさ、これさ、メルプチ部屋とかに置いてあってほしいわ。ね。ちょっとさ、そっちのお人形コーナー行こうよ、行こうよ。気になった。え、見て。かわいい。クリームソーダの傘。かわいいね。あと1回も見てみたいけど、やっぱ一番目惹かれたのはここ。でも、
あのお姉ちゃんたちは上手な使い方してねって言われたから、そうどう使おうかみたいな。かわいいね。ね、カラフルだね。ここに住みたい。ここに住みたい、やばい。可愛いんだけど。でも私は結構さ、うん、あのハンカチお揃いとかもさ、ね、いいと思う。全部可愛いけどね。決められない。はい、妹たちが買い物に行ってきましたけど。はい、はい。どんなものを買ってきたと思います？お菓子、お菓子、お菓子、お菓子。お菓子だよ。え、でもコスメありそうだね、うん、パックとか買ってそうな気がする。ああ、なんか一枚一枚のパックとか買ってきて、うんうん、じゃあ早速呼びますか。はい、ひよななりの元気元気いっぱい。そう、食い気味できたもん、ね、はーい、りのちゃん、りのちゃん、りのちゃん、たったいま、おかえり。まずどこに行ってきたんですか？ロフトです。いいね。いい買い物はできたんですか？はい、来ました。いいですか？はい。音的にはお菓子だね。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 前回ひよななお菓子買ってお菓子買ってお菓子しか買ってきた。今回はわかんない。わかんないよね。お姉さんだったしね。じゃーん、3人でお揃いのハンカチ買いました。じゃーん、買いました。次行く？次ときっても最後なんだけどね。そう、やーん、おー、おー、三人でお揃いに買ったのでお姉さんたちへ、どうぞということで買いました。ポテチ、ありがとう。以上です。はい、いい買い物だった。楽しかった。楽しかったね。でもお揃いのハンカチは想像がついてなかったから、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いやんと思った。仲良く使ってください。はい、はい、ありがとうございました。お姉ちゃんたち、今日は3000円くれてありがとうございました。イエーイ、イエーイ、よかった、よかった、楽しかった、楽しかったね。はい、いただいたお菓子とかも一緒に仲良く食べていきたいと思います。はい、せーの、今日も最後に来てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ、バイバーイ。来た、走ってきた、走ってきた、あー、かけすかけすかけ